会員は両院制の議会における一方の議員の故障である。日本では衆議院、アメリカ合衆国では大議員イギリスでは庶民院、フランスでは国民議会、ドイツでは連邦議会がこれにあたる。対象となる議員は上院と呼ばれる。一般的に上院と比べて任期が短く、政府の長による解散後の総選挙によって、 民意の問い直しの機能を備える。日本における会員である衆議院議場2007年5月撮影両院制の議会を持つ国では国政機関の重複という状態を避けるため、それぞれの議員に異なった性格を持たせている。一般に上院の議員には地域の代表や州の代表、連邦を構成する自治国の代表など、その他貴族制度のある国では、 階級の代表といった性格があり、その選出は必ずしも人口に比例したものではない。これに対して会員の議員には人民の代表という性格があり、その選出は各選挙区の人口に比例して行われることが通常である。さらに国民を直に代表するという立場から議員内閣制の国家においては会員が上院よりも優位に位置づけられていることも多い。上院。 会員という言葉は、アメリカの首都がフィラデルフィアにあった時代に議会が使用していた2階建ての公会堂で議員数の多い大議員が、その1階部分を少ない元老院が2階部分を使用したことからこう呼ばれ始めたと言われる。それぞれの正式名称を挙げた。なお、日本の新聞やニュースなどでは、これら諸外国の会員にあたる機関をすべて一律に会員と呼んでいる。ありがとうございます。